僕は春のエールイベントこのように予想します。シーズンセトリーが15日から始まって、日向坂46のエールイベントが20日から25で、26、27、28休んで、29から4月の3日が桜坂46と予想します。はい、くてやまる、どうも、れいまるです。ということで、皆さんお元気でしょうか？こちら、ディスコグラフィーがですね、3月11日より、追加されるということで、ノーバディと君に話しておきたいことが、SSR プラスになるということで、そしてね、シーズンセットリストランキングが3月15日から、2週間開催されます。で、シーズンセットリストランキングの日程がこちらですね。春のエールイベントはどうなるの？とか、シーズンセットリストランキング2週間あったら、その後にエールイベント来るの？とか、皆様ね、エールイベントが来るかどうか予想してると思うんですけども、今回はね、レイマルが、レイマルなりに、エールイベントの期間を予想していきたいなと思います。で、この予想はね、あくまでも一個人のね、エールイベントの期間予想動画なので、それは違うだろうとかじゃなくて、皆さんの予想もね、ぜひね、コメント欄で教えていただけたらと思います。はい、ということでね、エールイベント早速予想していきたいなと思います。ではこちらのカレンダーご覧ください。ということで、本日はですね、3月10日に撮影してるんですけども、3月11日、明日ですね、ディスコ追加が来ます。で、15日、シーズンセットリストが始まして、20巻ですね、2週間。3月28日までのシーズンセットリストランキングとなっているんですけれども、第一候補として、予想されるのがこちら。シーズンセットリスト中にエールイベントが始まるパターンですね。3月20日からエールイベントが始まりまして、25日ですね、日向のエールイベントが終わるの。まあ、この6日間っていうのは、前回の、同時期に行われた春のエールイベントの日数が、計6日間だったので、それをね、参照しております。3月の20日から25日の日向のエールが来まして、まあ、これに一番考えられる理由は、26日と27日って日向坂のオンラインライブがあるんですよ。26日は、ユニットライブ。27日はひなたん祭ということで、まあ、ユニア運営さんもね、一応オタクなので、まあ、ここのオンラインライブとユニアのエールイベントは被せないんじゃないかなと。ユニア運営もね、お仕事したくないんじゃないかなと。オンラインライブ見たいんじゃないかなと思って、まあ、ここはあえて避けてくるのではないかなと。で、僕たちにとっても避けてほしいところですよね。エールイベントしながら、オンラインライブなんか見れないですから。見えへんから、まあ、ここの26と27は避けると。で、逆算して6日間ってなると、3月の20日になるんですよ。で、20日から25日のエールイベント日向やります。で、26、27オンラインライブ、28日を挟みまして、シーズンセットリストが終わりまして、29日から月曜日からですね、桜坂のエールイベントが始まりまして、4月の3日に終わるパターンですね。これがね、考えられるのかなと思って、基本的にエールイベント別々開催、日向と桜別々開催の時は、3日間ぐらい空いてるので、まあこの3日が26、27、28を休み、として29日から桜のエールイベントかなとも考えております。どうでしょうかこの予想で。シーズンセットリスト中にエールイベント来るのっていうお話なんですけども、こちら過去に前々回のエールイベントですね、11月に開催された新2期と新3期のエールイベントですね、こちら11月の21日から27日のまあこれ7日間だったんですけども、こちらですね、シーズンセットリスト中に開催されました。しかもこれ唐突に開催されたんですよね。まあエールイベントの告知はいつも唐突なんですけども、21日から27日とこれちょっと厳しい仕方です。レーマルはこちら、7日間あって6日間仕事やったので、まあ、全然マリノちゃん15位やったかな。はい、なのでまあシーズンセットリスト中に開催される余地はねめちゃめちゃあります。なのでまあレーマルの第一予想としてはこちらなんじゃないかなと思います。他に予想を挙げるとするならば、こちらですね、シーズンセットリストが終わってから29日から日向のエール3日終わり、3日間空いてで、7日から桜エールイベント始まって12日に終わるパターンでやったりだとか、シーズンセットリストが終わってから3日間明けまして、4月1日からね、キリオク日向のエール始まって、3日間明けまして、10日から15日の桜エールとか、考えられるんですけれども、まあ、なんせね、ハーフアニバーサリーなんですよ、ユニゾンエア。なので、まあ、そのイベントとか、ログインボーナスとかも、あるとするならば、4月15日までエールイベント伸ばさないのかなって考えたりだとか、まあ、こちらの29日から始まるやつは、まあちょっと予想されるんですけども、こちらも、まあ4月12日までかかってしまうので、エールイベントが、まあ母アニバーサリーのこと何かしらしたいなと思ったら、まあこちらもちょっと薄いのかなと思ってたりだとか、レイマル的にはこっちの方がいいんですけども、まあとりあえずでも、早めに来るに予想したことはないので、3月20日に来て、もし来なかったら、まあそれが1週間ずれるとか考えると楽なんじゃないかなと思って、3月20日にはもう素材集め終わってる、ジェムの用意はしておいてる、みたいな形が一番いいのかなって思ってます。まあ告知は多分ね、3月の18、19ぐらいに、まあ急に来るんだと思うんで。で、まあこちらが予想されるんですけど、
けども、レイマル3月末から4月上旬にかけて引っ越しがあるんですよ。ちょっとね、職場の近くに引っ越そうかなと思って引っ越しがあるんですよ。なのでそれまでネット環境整えれるかどうかもわかんないし、しかもまだね家が決まってないんですよ。なのでちょっと厳しい戦いにはなるんですけど、そういう面ではエリーベントもっと遅くに来てほしいんですけども、ちょっとねそれとの戦いとかあったりだとか。でもね、毎日配信、エリーベントの毎日配信は、日向も桜もやろうと思っております。もちろんね、レイマルフーちゃん推しですので、桜坂のフーちゃんトップ3を、目指そうかなと。前回ね4位だったので色の段取れなかったので、今回こそね色の段取ろうと思って、ちょっとねガチで、まあジムをね今1万7000個溜まってるので、ちょっとガチで走ろうかなと考えております。で、日向坂はですね、まあ、無特攻で、まあ、ジェムなり、素材なり集めて、桜に備えようかなと思ったりだとか、まあ、仕事が、まあ、ちょっと余裕があれば、日向もちょっと走ろうかなとも思っております。まあ、とりあえず毎日配信をします。で、まあ、ガチャなんですけども、おそらくね、何かしらフォーカスのガチャが、春は来るんじゃないかなと予想しております。はい、ということで、今回のエイリーイベントの期間予想動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。皆さんもねちょっと予想とかしてると思うので、その予想とね、合ってたらいいなと思いますし、またレイマルと違う予想してたよという方はね、ぜひねコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。レイマルもね参考にさせていただこうかなと思っております。いや今回はふーちゃん撮りたいね、トップ3。はい、ということで、まあレイマルはね引っ越しもあるので、正直きついのはきついんですけど、まあね頑張りたい。まあ仕事上の都合もあるんで、まあその仕事と関係ともあるので、ちょっとわかんないんですけども、とりあえずね頑張れたらなと思います。っていうかめちゃめちゃバン良かったね。桜坂はね CD 発売に向けて盛り上がってますし、日向坂もねオンラインライブがあるので盛り上がってるので、ぜひねインゾンエアも、シーズンセトリー加えてエイリーメントもね、盛り上げていけたらなと思います。はい、ということで、よければねチャンネル登録と高評価まだしてない方、ぜひねレイマルのリスナーになってください。ということで、動画以上となります。エンディングにスコアチャレンジの、報酬であったガチャチケット1枚の引いたガチャ結果、出してるので、ぜひねエンディングもご覧ください。ではバイバーイ。